はい、日付をまたいてしまいましたけど、11月15日のテレパシーブログです。今日は自動車の点検に、沼津まで行ってきました。ラーテルのつけ麺を食べました。つけ麺じゃないよね、汁なし担々麺を食べました。めちゃくちゃ動きがいっぱいありまして、まあ一つは来年のこと、もう一つは1週間後のこと、そして明日からまたな感じのやつがあったんですけど、とりあえずお伝えできることはですね、明日から給食当番チャンネルが、土日のサイクルで、全15回、2023年の9月にですね、台南に、行った給食当番の、活動ですね、そのペースでスパンでお届けするということです。15回の最終回はなんと年をまたいだ1月4日、この日が最終回ということですね。大晦日は別に土日ではないので、大晦日皆さん一緒にとかそういうことにはならないんですけれども、長い目でですね、お付き合いいただければと思います。なんだかんだ言ってもう12時37分ですよね。明日も朝早いんだけど、必ずビールは飲んで寝るぜという感じで、今日もテレパシー成分は微妙でしたけど、すいませんね。もうそれではまた明日、さよなら。